皆さん、こんばんは。えー、本日私の方から応急手当の実践についてお話をしていきたいと思います。えっと、以前、第5回のスポーツパフォーマンスオンラインセミナーでですね、私の方から緊急時対応計画 EAP と呼ばれるものについてお話をしました。その時の、えっと、お話は、人の命がかかっているような緊急時の対応についてのお話だったので、今回は日常で起こり得る怪我への対処法ということで、下記のものを えと説明していいいきたいと思いますでもし EAP をまだ、えー、自分の現場で持っていらっしゃらない方であったりとか EAP が何かわからないっていう方はですねぜひ、えー、これを機会に第5回のスポーツパフォーマンスセミナーを聞いていただけたら嬉しいですとまず皆さんに質問です小石さんこれ入れてもらっていいですかはいいたします どうぞ参加者の方は、はい、えと質問にお答えくださいあの知らないところやわからないところはあの感覚で答えていただいて大丈夫です最後に、えー、答え合わせをしますあと30秒待ちます、はい 間違っても罰則はないので、皆さん安心してあ、それとこれは匿名なので、誰が間違って誰が当たってるかもわからないんで、ご心配なく。あと10秒で思いのまます。思いのままに答えてください。じゃあ、締めます。はい、皆さん、ね、ありがとうございました。 えっと、消毒液使わない方がいい。なるほどですね。なるほど、なるほど。興味深いです。ありがとうございます。したら、えっ、ー、と、今日の内容に入っていきたいと思います、えー。このスライドは最後にもう一度お見せするので、今は、まあ、こんなものがあればいいのかなっていう程度に思っていただければ大丈夫です。 ですね、まず最初に出血を伴う怪我ということでこの3つを調査させていただきました、えー、まず最初に切り傷と擦り傷について、まあ、当たり前のことだと思って。で の方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、えー、試合中なんかは、塩で、その頭をかり吸して,て練習に戻すというあれに、本当に寄ないけないのは、通をする気に入てくださいということと、まあ、小さな傷でつけて、えー、手とかすねとかについてしまった血をしっかり、えー、拭き取って。 アルコールのウェットティッシュなんかがあるとこういった時に便利なのでしっかり拭き取って、えー、試合や練習に戻す前にしっかり傷口を覆って、えー、戻してください。で近くにあの水道とかがなくてすぐ洗えませんよっていうシチュエーションの時はですね特に試合なんかでは急いでいる場面が多いと思うのでその,時はそのえっ、ー、は傷がついたところですぐ洗わなくても大丈夫です。終わった後にしっかり、えー、洗っていただければ。 大丈夫ですっていうのはあのミニバスの試合であれば全部でも30分でそれ以外の試合でもまあ1時間1時間半という間その少し汚れた状態で傷を負った状態でもその時間の間にあの重篤な感染症にかかってしまうというリスクが、まあ、低いのであーなので終わった後にしっかり洗ってさえいただければ、えー、とすぐに巻いて出ていってもらって大丈夫です。でえー、とこれは膝の上ですね。 あひざ小僧のところに擦り傷ができた時の覆い方になります。基本的にはこのガーゼがしっかり、えー、覆えていればどんな巻き方でも構いません。ただひざ関節に関して言えば膝の裏側にですね神経とか動脈静脈っていったものが通っていて裏側をきつく巻いてしまうとしびれが出てきたりとか。あの 気をつけなくてはいけないので,であと関節上に傷がある場合にはそのビデオの最後のように、えー、とテープを巻いた後にしっかりその関節曲がったり伸びたりするかの確認はするようにしてくださいで次ですね切り傷、えー、傷がパックリ割れてることが、えー、切り傷の場合は多いので、えー、割れている皮膚を 近づけるように、これはスキンクロージャーって言われるテープなんですけれども、ネット通販なんかでスキンクロージャーって入れてもらえば出てくると思うので、肌を寄せるようにして、割れてる肌を寄せるようにしてつけてください。で、なるべくですね、隙間がないように傷の最後までスキンクロージャーで覆ったら、先ほどのビデオのように、えっ、ー、と、テープなどで覆って試合に戻すっていう形になります。 で、えっと、試合練習が終わった後にはですね、しっかり洗ってください。この時、あの、先ほどの質問の中でも消毒液使う人、使わない人、だいたい半々ぐらいだったんですけど、基本的には消毒液は使わない方がいいです。っていうのは、えっと、皮膚が傷ついてしまった時にですね、その皮膚を治そうとして出てくる細胞だったりっていうものを、その消毒液が一緒に殺してしまって、えー、傷の治りがかえって遅くなるっていうことが分かってきたんですね。なので、 まあ、あのケースバイケースではあるんですけども基本的にこれぐらいの今見えてる写真の傷ぐらいであれば消毒液は使わない方がいいと言われています。でドレッシングカバーですねドレッシングに関しては擦り傷の場合はあの普通の皆さんがイメージするようなガーゼではなくて傷にくっつかないメッキンパッド、えー、くっつかないガーゼのようなものを使って、えー、カバーしていただくのがいいと思います。 その理由は、今この写真見てもらうとわかるんですけど、少しちょっと表面が光沢がありますよね。えー、これは、その皮膚自体がこの上にあの浸出液っていう液を出したり出血することであのかさぶたを作ろうと頑張るんですね。であの、止血に使うようなガーゼを使ってカバーしてしまうと、そのガーゼがその浸出液などを吸い込んで、傷と一緒に固まってしまうんですね。 なのでドレッシング交換の際に毎回毎回新しくできたかさぶたを剥がすような行為になってしまってこれも傷の治りを遅らせてしまうことがあるので傷にくっつかないメッキンパッドなどを使ってドレッシングしてもらえればいいと思います切り傷に関してはスキンクロージャーですねで、えーと 皆さんよくあの何とかパワーパッドっていうような伴奏項を聞いたことあると思うんですけれどもまあこの下の写真にあるように普通のガーゼじゃない素材ですねそれを使った絆創膏なんかも今市販で結構売られてますのでそういったものを活用していただいてもいいと思いますでえっ、ー、とこの普通の通常のドレッシングのところでも防水の えー、工夫をしていない場合ですね。防水の絆創膏じゃないとかっていった場合には、基本的には汗をかいた後、試合や練習の後であったりとか、まあ何らかの理由で濡れてしまった時、手を洗ったとか、えっ、ー、とシャワーを浴びたっていう時には、えー、ドレッシングを交換するようにしてください。というのは、あの、濡れたままで放置してしまうと、その、 外から入ってきた水の中に入っていた細菌だったりばい菌というのが傷に入り込んでしまって感染してしまうことがあるのでこまめにドレッシングを交換するようにしてください。ですね、止血の時に少しお話ししたんですけれども傷の処置をするときは必ずグローブをするようにしてください。でその理由はあのコロナだからじゃないんですね、えーと。これは血液を介して感染する恐れのある病気というものがあるためです。 それをを防ぐためにグローブをします。その代表的な病気っていうのは、まあ、B 型肝炎であったりとか HIV であったり相手がどんな病気を持ってるか全くわからない状況でやることが多いと思うので、えー、と自分を人から守るためっていうのもそうなんですけれども相手を自分から守るためにも傷の処置の時は必ずメディカルグローブをして、えー、対応するようにしていただきたいなと思います。 で、えっ、ー、と、小さな傷であれば、基本的には、えっ、ー、と、普通に自然に治癒していく場合が多いんですけれども、医療機関に行くべき時っていう時があります。それは感染の兆候が見られる時。これについては次のスライドで詳しくお話をします。あとは、傷傷なんかで言えば、傷が深い。えー、ちょっと骨とか人体が見えてしまっている場合であったりとか、 えっと、傷の長さですね。幅が広いってうとちょっとあの語弊があるかもしれませんが、長さが長い場合。えー、あとは、顔とか頭に切り傷ができてしまった時には、そんなに大きくない傷でも、放っておくとやっぱそのまま傷が残ってしまうこともあるので、気になる場合には、形成外科に行って、きれいに塗ってもらうのがいいかなと思います。で、これに関しては、どの程度の深さだったら、 えー、方が必要なのかっていうのを迷った場合にはそれこそ、えー、と第5回のセミナーでお話し,し紹介した、えー、シャープ7119といったサービスなんかを使っていただいてお医者さんに相談してもらうのがいいかなと思いますで注意点ではないんですけれどもあの首より上の傷っていうのは出血量が多くなることが多いですなのでこ、えー、んな時はですね慌てずに冷静に 対応してもらえればなと思います。で、えー、と私が子供の時なんかは、あの目に血が入ったらすぐ失明するよなんて聞いたことがあるんですけど、これはあの迷信です。ただ、目っていうのはあの粘膜なので、自分の血であっても異物が外からあの混入するっていうのは良くないことなんですね。なので、 えとできれば目に血が入らないように、これ、口も一緒ですね、あのー、入らないように注意をしながら対応してもらえればなと思います。で先ほどお話しした感染についてなんですが、えーと、感染のサインですね、兆候としては発熱、あとはこの写真にある通り、傷の周りに赤みが広がっているっていう兆候があります。 この赤みが毎日広がってるかどうかを確認するのにいい方法は、今この写真にもありますけれども、赤いものの縁をですね、赤みの縁をペンで丸くなぞってあげます。で、ドレッシング交換をする際に、その都度確認をして、この赤い部分がですね、えっと、線を越えて出てきてしまってる、広がってるかどうか、そういったものも指標にしていただくといいと思います。 あとは一般的に可能していると言われる状態。黄色や緑っぽいぐちゅぐちゅした液が出てきているよっていう時にも感染の兆候として扱います。あと患部が腫れている、えー。傷口自体が痛い。もしくはこの傷の周りですね。こ,うこれぐらいの赤みだとこの赤いところの下には海があったりするので、その傷の周りを押すと痛かったりします。 これ以外にも感染の兆候としてはリンパが腫れてくるとか患部自体が少し温かい熱を帯びているということもありますで。先ほどこまめにドレッシング交換してくださいねという話をしたんですけれども、えー、ドレッシング交換の際にです、ね、その都度しっかり観察することで放火試験などといわれる、えー、感染症などにも気づくことができると思います。放火試験自体は聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、と傷口から細菌が入って、えー 感染してしまう病気ですね。発熱だけではなくて、まあ、ケースバイケースなんですけれども、おかんが出てきたりとか、えー、頭痛やだるさ、関節の痛みなど、風邪をひいたときのような全身症状が出るケースもあります。で最近に感染すると、まあ、放っておいて治るようなものではないので、えー、すぐにですね、医療機関にかかって、えー、抗生剤を打ってもらうなどで、適切な処置を受けてもらえればなと思います。 次ですね。歯が欠けた時は、あの、欠けた破片をすぐに見つけられるようであれば、なるべくその欠けた歯を取っておいていただければなと思います。それの保存方法については、えっ、ー、と、後ほど歯が完全に抜けている時の保存方法と同じなので、えー、そちらを応用していただきたいです。で、欠け方にもよるんですけれども、あの、この写真にある、この表面の白いところ、 とか黄色いところに少しかかるぐらいかなという程度であれば痛くないこともありますなので痛くなければそのまま競技や練習に復帰しても大丈夫ですで、えー、と一応マウスガードをしてる選手ってなかなかユースでいないかもしれないんですけどももしその選手に合ったマウスガードが現場にあるんであればなるべくそのマウスガードをして、えー、競技復帰をするとさらなるダメージを与えないという観点からより良いというふうに言われています でえー、と神経がさらされてしまうぐらい深く欠けてしまったらです、ね、意外と痛みが強い場合もあるのでそんな時は無理をせずに、えー、24時間以内に口腔、ね、外科もしくは歯医者さんへ欠けた歯を持って、えー、行っていただいて適切な処置を受けてください。で歯が抜けたときなんですけれども完全に抜けきってなくても同じような処置になります。 えー、不完全脱臼と言われる、まあ、ちょっとずれてる状態ですね、えー。歯が他の歯に比べて飛び出していたりとか、前に、前後に少しずれてしまっている、横にずれてしまっているっていう場合、または、えっ、ー、と、陥没している状態、これを不完全脱臼と呼びます。えー、こんな時はですね、飛び出しているものは押し込んで、大きくずれているものは、えー、なるべく元の位置に戻してあげて、で、 え陥物しているものはなるべく触らないでそのまま、えー、と、歯医者さんに行っていただきたいんですけれども、こちらは、えー、と根元が傷ついてしまっている緊急事態なので、えー、とすぐに航空外科や歯医者さんに連れていくようにしてください。で 先ほどから何度か登場してますけれども、第5回のセミナーでお話しした EAP ですね、緊急時対応計画っていうものには、あの近隣の病院の情報を入れておくといいですよっていうお話をしたんですけれども、その中に近くの歯医者、こういった航空外傷に対応できる歯医者さんを載せておくと便利だと思います。完全脱臼については次のスライドでお話しします。 完全に抜けてしまった時ですね。その対応としては、あの基本的に不完全脱臼と一緒なんですけど、元の位置にすぐに戻してください。で、えっ、ー、と、元の位置に戻すのを5分以内にできるのがベストです。で、まあ長くても10分以内に戻せるかどうかで、あの、歯を固定している歯根膜といわれる膜がまた再生できるかどうかっていうのがかかってるんですね。 なので、完全に抜けてしまった場合は、えっと、持つときに根元を持つんではなくて、えっと、皆さんの今、歯が見えているところ、エナメル質のところっていうんですけど、エナメル質を持って元の位置に戻すようにしてください。根元を持ってしまうと、先ほどお話しした、四根膜が切えついてしまって死んでしまうので、えっと、気をつけてください。 でまあ、落ちた床にもよると思うんですけど、まあ、歯が汚れていてこのままちょっと戻すのははばかられるなという場合にはですね、あの流水であったり、まあ、牛乳生理食塩水などを使って優しく汚れを流すだけにしてください。でこの時に歯ブラシとかでゴシゴシこすったりとか歯を消毒しようとしたりとかってすると、えー、歯根膜がこれもまた死んでしまって5分以内に戻したとしてもつかなくなってしまいます。 でしっかり戻したあとはです、ね、ガーゼなどを優しく噛んでまた抜けてこないようにしながら歯医者にすぐ行っていただくことになります。で、えー、と歯が、まあ、何らかの理由で,です、ね、うまく入れられない時だったりとか、まあ、小さいお子さんを相手にしているときにはあの暴れて入れられないというケースもあると思うんですけどそんな時は。 あの、歯の保存液っていうものが一般に売られているので、歯の保存液につけてすぐに歯医者さんに行ってください。で、この時に乾いたガーゼやティッシュで包んでしまうと、あの、歯根膜がこれもまた死んでしまうので、歯の保存液、それがなければ低脂肪の、なるべく低脂肪の牛乳。で、これ以外にも、あの、生理食塩水であったりとか、 皆さん、のほっぺと歯茎の間に歯を入れてすぐに病院に行くという方法もあるにはあるんですけれども、まあ、年代によってはです、ね、歯を誤って飲み込んでしまうという可能性もあるということを考えると、まあ、この保存液だったりというのを一つ、応急セットの中に入れておいていただけたら、えー、と役に立つのかなというふうに思います。 日本スポーツ協会認定のスポーツデンティストの方が参加者にいらっしゃって、歯が抜けた時にの対処についてコメントをいただきましたので紹介させてください。歯が抜けた時には、歯科医師以外の者が元の位置に戻す行為は医療法違反になります。抜けた本人が自分で戻すのは問題なし。つまり、えー、と第三者ですね、まあ。指導者の方だったり、周りの人が戻すのは医療法違反になるということです。 また一般的な試合会場は医療施設の届け出をしていないので歯科医師といえども会場での制服処置は歯科医師法違反になります歯が抜けた場合は保存液に入れる牛乳につける歯が抜けた本人の舌の裏で保存するで気をつけなきゃいけないのは間違って飲み込まないように気をつける等で脱落死の保存をして えー、すぐに後方支援歯科美院を受診することをお勧めしますということです、えー、貴重なコメントありがとうございましたで、歯が抜けるっていうのは結構大掛かりなあ怪我になってしまうのでそういった怪我を防ぐのにはマウスガードが有効だっていうのがわかっていますで。 えー、この写真、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、渡辺裕太選手であったりとか、八村塁選手は日頃からですねマウスガードを活用して活動をしています。で、一番、えー、ベスト、理想的なのは、 会社さんに行って歯型を取ってもらってそれに合わせてマウスガードを作ってもらうことなんですけれどももちろんちょっとお値段が高くなってくるので一般で売られているマウスガードでもお湯で少し柔らかくして自分の歯に合わせて着用できるっていうものが、まあ、1000円以下であったりとか買いやすい値段で売られていますので j b 基礎競技規則上もです、ね、あの無色透明である場所装着可能という風に記載されていることから、まあ、今 えー、できれば、えー、パンスガードを準備していただけたらいいかなと思います。速関節粘座についてを知りたい方が多いのかなというふうに思うんですけれども、えー、と第2回のオンラインセミナーで女子代表専任アセチクトレーナーの岩松から基礎的な情報をお話ししています。 そして前回の第11回オンラインセミナーで男子代表専任アスレチクトレーナーの一柳の方からリハビリについてお話をさせていただいているので、えー、まだご覧になっていない方はです、ね、ぜひそちらの方を見ていただけたら嬉しいです。でその中でお話があったのは側、えー、関節捻座を受傷してしまう危険因子もしくは再受傷につながる危険因子として左側のような 要素があるということですねで。応急処置の基本的な考え方としては、右側、ポリス処置と言われるものを推奨し,していますで、えーと。この左側の危険因子の赤,赤く、えー、枠で囲われているものに共通する要素として、腫れ、主張って呼ったりしますけれども、えーと、主張の影響というものが大きくあります。で主張自体は、えーと 絶対的な悪者ではなくてあの、傷ついた部分を体が治そうとする過程、えっと、で,です、ね、起きる炎症症状と言われるものの一つなので、これは自然に起きるものです。ただ、その量が過剰であったりとか、それに対して何もアプローチしないことを続けてしまうと、可動域の低下であったり、足が動く範囲が狭くなってしまったり、筋力が低下したり、痛みが 増えてしまったり、それが長期化していく、もしくは治るのが遅くなってしまうといったことに影響してしまいます。でこういったことを、まあ、押して、えー、無理な早期復帰などをすることで,です、ねえー、炎症症状がいつまでも終わらずに動けば動くだけまた腫れてくるといった、えー、悪循環につながってしまって、えー、最終的には再受傷やその他の怪我っていうものにつながってしまうんですね。なので まず初動動作として一番大事なのは腫れを最小限にとどめることになります。これのためには圧迫を有効活用することをお勧めします。でこの考え方自体は速、えー、関節捻挫だけではなくて他の部位の怪我についても同じです。でここで一つ誤解していただきたくないなっていうのが あの先ほどお見せしたポリス処置ですね、その中で、アイシングとか、居城とか、そういった圧迫以外の要素を必要ないと言っていることではないんです。えー、ポリス処置すべてを有効的に行うことで、えー、一番いい処置ができ,るよできると思っているんですけれども、まあ、その中でも、腫れをコントロールするということに、えー、フォーカスすると、圧迫をうまく使っていくことが必要になりますよということで、今回、このお話をさせていただきます。 具体的にどう圧迫したらいいんですかということなんですがあの皆さん今ちょっと、えー、足首をご自身の足首を見ていただいてもいいですか、えー、くるぶしの、えー、骨がですね周りに比べて少し出っ張っている方が多いと思うんですねでその周りに空間があるんですけれどもこの空間写真でいうこの赤い U の字のところですねここに腫れがたまりやすい です、えー、ですので、そこに腫れがたまらないように、えー、この下の写真のような U 字パッド、U の形をしているパッドなのでー字パッドですね。ー字パッドを当てて、その上から圧迫をしてあげるということを、えー、私が代表活動している時であったりとか、現場の方では活用しています。で、えっ、ー、と、 第2回のオンラインセミナーで、岩松の方からお話があったんですが、一般的に言う内返し捻挫、えー、足の裏が内側に見えるような外側に体重が乗った時の捻挫ですね。そういったときには外側の人体が傷つくことが多いので、そうすると腫れは外側に出やすいです。なので、基本的には外側に U 字パッドを使うケースが多いのかなと思うんですけれども、もともと足首が緩い選手であったりとか、まあ、損傷の度合いが、 えー、大きかった怪我をした選手なんかは、内側の方にも腫れが出てくることは十分あり得るので、必要に応じてですね、内側にも外側にも、えー、とパッドを入れて使っていただければなと思いますで。炎症症状っていうのは、あの下に書いてあるんですけど、48時間から72時間の間に起こるというふうに言われています。 なので、えっ、ー、と、リハビリであったり、アイシングをしている間、シャワーを浴びている間以外はですね、ずっとつけておくっていうのが定識です、えー。この後に、じゃあ72時間経ったらすぐに炎症症状が消えるのかっていうと、まあ、それはケースバイケースなので、えっ、ー、と、それは状況を見てですね、その患者さんだったり、選手に合った形で、まだ腫れているようであれば、ずっと続けていただきたいですし、もう全然腫れてこないっていう場合であれば、取ってしまってもいいと思います。 具体的に、えー、とじゃあ U 字パッドを使った圧迫の例をお見せします。でこれ使っているのは磁着性のテープですねあの。テープ同士でくっつくテープになります。でつま先の方から少しきつめに圧迫を始めてここで U 字パッドを、まあ、くるぶしの位置を確認しながら先ほどお見せした U 字のところにしっかりパッドがはまるように置きます。 で巻き方はあのー、これが絶対的な正解という巻き方はないので、あのー、足全体とパッドがしっかり覆われていて圧迫がかかれば何でもいいです。で、えー、コンプレッションソックスなんかとしてですね、つま先の方が少しきっつくって、えーと、足首の上の方に行くに従って少しずつ緩めていくようにするといいと思います。 まあちょっと余談なんですけれども、磁着性のテープは、えっと、ハサミでしか切れないテープと手で切れるテープがあるのでえ、こういった時にですね、あの、このテープはハサミでしか切れないテープなので、ハサミなんかが応急手当の箱に入ってるといいかなと思います。で、この後に、えっと、血流を遮断してないかどうかっていうのを確認する必要があります。ちょっときつめに圧迫するので、で、えっと、皆さんちょっと、 今、手元を見、自分、皆さんの手元を見ていただいて、親指の爪をですね、上からちょっとグッと押して、パッと離してください。そうすると、押してる間は白いんですけれども、爪のと部分が白いんですが、離すとピンク色、赤色が戻ってくると思います。これは、この爪の下の毛細血管の血流が十分にありますよっていうサインなので、 えっと、こういった圧迫をした場合やテーピングをした場合なども血流を遮断してないかどうかを確認するためにこういったことをですね、足の親指なんかに、えー、押してあげて確認するっていうのは重要な作業になります。でこれは足だけではなくてもちろんあの手とかにも使えるのでぜひこういった、えー、指標をですね、応用していただければなと思います。u 字パッドのパッドを と元となるパッドがたまたま手元にありませんでしたっていう時にはあのアンダーラップとかプレラップって呼ばれるテープがあるんですけれどもそのラップをぐるぐるぐるっと自分の手に巻いて一つのあの大きなパッドにしますでこれはちょっと形を整える意味もあるんですけど横側からも巻いてあげて で形を少し整えたら、この間をハサミで切り取って、U 字の型にしていきます。でこちらは、まあ、もちろん即席の U 字パッドなので、あのー、耐久性は他のパッドに比べるととても低いです。なので、遠征先でパッドがないといったときに、えー、こういった形で代用していただいて、遠征先から戻ってきてパッドへのアクセスができたときに、えー、改めて作ってあげるということがいいかなと思います。 で、えっ、ー、と、圧迫っていうのは、えー、側関節捻挫だけでなく、他の怪我にも有効ですよってお話をしましたけれども、えー、例えば、前十字靭帯を怪我したとか、えー、内側側腹靭帯、または、膝の打撲や半月板の怪我なんかの時には、膝が腫れてくることもあるので、そういった際にはですね、なるべく足首の方から徐々に上に上がっていくように圧迫をしていくと、 いいと思いますで今こちらで使っている、えー、と圧迫に使っているものがバンデージ、まあ、エースラップって呼んだりもするんですけれどもこれは6インチの幅で、まあ、ダブルという長さの、えー、バンデージになりますこれはあの足が長い選手にもカバーできる範囲が多いですしアイシングを止めるであったりとか 三角筋の代わりに使ったりとか、いろんな用途があるので、一つこれが応急手当の箱に入っていると便利だと思います。で、大体部を打撲した時です。桃缶とか桃活って言われるのが起きた時に、えっ、ー、と、これも、えっ、ー、と、伸縮性のバンデージなんですけれども、 基本的に体の中心から遠い部分から体の中心に向かって圧迫をするようにしてください。これも遠い部分は少しきつめに、近い部分は少し緩めにっていった形で圧迫をしていきます。で最後、これ、あのー、中にしまってしまってるんですけれども、まあ、これはテープで留めても大丈夫です。 最後にですね、もう一度、あの、一番最初にお見せした、えっ、ー、と、現場にあるといい応急手当のセットとして、一つ一つ解説していきます。えー、止血セットとして、えっ、ー、と、他人の血を使うと扱うときにはグローブをしてくださいね、ということでグローブ。あと、まあ、止血用のガーゼと、えっ、ー、と、すり傷に使うような、傷にくっつかないガーゼ、メッキンパッド。あと、絆創膏ですね。で、それを止めるためのテープ。 で、えっ、ー、と、傷口以外についている血を拭うためのアルコールのウェットティッシュが上にあって、で、手指用消毒と、えー、規格袋はアイシング袋にもなりますし、えー、血を扱ったグローブとかガーゼを捨てる一時的なゴミ箱にもなるので、えー、一束入れておくのがおすすめです。で、ハサミですね。ハサミは何かと使えます。 でバンデージは先ほどお見せした動画に載っていたもので、あと、磁、えー、着性のテープ、この黄色いのが磁着性のテープですね、足関節の圧迫に使ったテープです。あとは、フリーラップ、えーと、アンダーラップと言われるものです。これ以外にも、本日、えー、ご紹介した歯の保存液であったりとか、切り傷に使ったスキンクロージャー、そういったものも入れておくといろんな怪我を網羅できるのかなと思います。 最初の質問ですね。これ答え合わせします。1番、切り傷をきれいにするときに消毒液を使った方がいいか。これについては B ですね。使わなくていいということになります。 2番、歯が抜けた時の対応で一番いいのは、これ正解は実は A なんですね。B の方が多かったかなと思うんですけれども、えっ、ー、と、B で違うところは、ガーゼに包んでっていうところですね。ガーゼに包んでしまうと、歯根膜、根元のところの膜が死んでしまうので、えー、保存液に入れるか、生理食塩水か、牛乳に入れて、えー、持ってってください。で C で違うところは、牛乳は合ってるんですけれども、試合後にって書いてあるんですね。 なので、えっ、ー、と、歯が抜けている状態っていうのは緊急事態なので、すぐに歯医者に行ってください。えー、3番は、あ、これは、あの、質問でしたね。で、4番に関しては、えー、C が今日のセミナーの後では正解になります。アイシングで痛みを減らすのも大事なんですけれども、アイシングをできる期間っていうのは、期間というか、1回アイシングをするときは長くても30分ぐらいでしか、 あないので、えっと、継続的な圧迫の方がですね、腫れを抑えられる。そういったことを考えると、えー、圧迫で腫れを抑えるっていうのが初期対応としては一番大事だと思います。はい。では、私からは以上です。